タジオ、隠れ家老、フラット旅行記、徳島県、小ボケ、大ボケにやってきました。小ボケ駅に到着です。駅からはホテルの無料送迎を利用させていただきました。こちらがお世話になったサンリバー大ボケさんです。こちらはシャトルバスの時刻表です。ホテルから大ボケ駅まで送迎してくださいます。どうもありがとうございました。有名人のサインもたくさんありました。電動アシスト自転車が無料で借りられます。私もお借りして周囲を散策させていただきました。女性用の浴衣も種類豊富です。アメニティはロビーにも置いてありますが、各フロアにも置いてあります。必要な分だけいただいて使いましょう。各お部屋には四国の地名が。お部屋は清潔感があって広かったです。大ボケ温泉という名湯に入ることもできます。日帰り温泉だけの利用も可とのことです。ご視聴どうもありがとうございました。